シティオブランドウィックは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の地方公共団体。シドニー東部に位置する。シティオブランドウィックは、面積36平方キロメートルの中に、様々なランドマークを有する自治体である。域内北部にある、シドニー最大の公園の一つである、センテニアルパークは、シティオブシドニーとの境界をなす。また、オーストラリアでも、 国際レースが開催されるランドウィック競馬場がある。ニューサウスウェールズ大学があることから、教育の拠点としての性格を模有す。区域の東部は、タスマン海に臨み、クージー、マルーブラといった、シドニー有数のビーチを抱える。区域の南部は、ボタニー湾に臨み、工業地帯であると同時に、ミッション、インポッシブルニア SBS の TV ドラマである、イーストウエスト101の、 撮影現場で、かつての囚人収容施設であった、ベア島を抱える。ベア島を含む一帯は、ボタニー米国立公園に含まれている。また、ベア島を抱えるサバーブラ・ペルーズは、シドニーにおいて、最大規模のアボリジに共同体がある。商業の中心は、視聴者が置かれるランドウィック、学生街と同時に、中国人街、インドネシア人街の性格を有するキングスフォード。 地域南部の交通の拠点であるマルーブラジャンクション及びマトラービルには1909年に開設されたロングベイ共生施設が設けられている。アボリジニがシティオブランドウィックの区域に住み始めたのはおおよそ1万年前のことである。彼らはキャディガル族と考えられている。彼らの生活は主に狩猟生活によって営まれてきた。しかし、 ヨーロッパ人がオーストラリア人に移住してからヨーロッパ人が持ち込んだ薬病あるいは軍事衝突の結果彼らの数は大きく減り19世紀半ばには徹底的に破壊されてしまったランドウィックという名前はシティオブランドウィックの最初の市長となったシメオンヘンリー・ピアースの記事であるイングランドのグロスタシャーの村の名前である1880年代までは シティオブランドウィックに居住しているのは少数の不能と貧困にあえぐ人々であった。しかし、この時代に路面電車がシドニー中心部から建設されたことで都市としての発展を遂げることとなった。1949年にニューサウスウェールズ大学の前身であるニューサウスウェールズ工科大学がケンジントンに建設された。オーストラリア統計局の統計局に基づくと 2006年6月末、現在127,948人が居住していた。この数字はニューサウスウェールズ州で19番目に大きい数字である。センテニアルパーククージービーチニューサウスウェールズ大学、ランドウィック市議会は15人の議員で構成される5つの選挙区から選出される。一つの選挙区の定員は5で、 それぞれの選挙区から3人の議員が選出される。任期は4年。市長は改選後最初の議会で15人の議員から選出される。最新の選挙は2012年9月8日に実施された。オーストラリア自由党とオーストラリア労働党がそれぞれ6議席を分け合い、オーストラリア緑の党が2議席、無所属1議席。市長は オーストラリア労働党のトニー・ボーエン。オーストラリアン・ビューロー・オブ・スタティスティックス・リージョナル・ポピュレーション・グロース・オーストラリア・2008-09。2010年6月3日閲覧。ランドウィック・シティ・カウンシール・アバウト・ランドウィック。2012年10月21日閲覧。ケント・ポール・ビハインド・ザ・バーズ・アット・ロング・ベイ・ジェイル・オープンド100 years ago。 The Daily Telegraph,、e e、h t t p w w w d a i l y t e l e g r a p h c o m a u news, behind the bars at Long Bay Jail, opened minus 100 years ago, story E6-fray 9から1兆2257億6721万85082012年4月17日閲覧。 ランドウィックシティカウンシールヒストリカルオーバービューオブザランドウィックエリア2012年10月21日閲覧ランドウィックシティカウンシールヒストリーオブザランドウィックエリア2012年10月21日閲覧ランドウィックシティカウンシルウォーズンドサバーブスシティオブランドウィック2012年9月19日閲覧 AB ランドウィックシティカウンシルセントラルワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウイールズ2012年9月19日閲覧 AB ランドウィックシティカウンシルイーストワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウイールズ2012年9月19日閲覧 AB ランドウィックシティカウンシルノースワード ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイルズ2012年9月19日閲覧 AB ランドウィックシティカウンシルサウスワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイルズ2012年9月19日閲覧 AB ランドウィックシティカウンシルウエストワード ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月19日閲覧ありがとうございます。